突然なんですが、一つ皆さんにちょっとやってほしいことがあります。実際ね、紙を用意できる方は紙を用意していただいて、ちょっとめんどくさいなっていう方は頭の中でもいいです。描いてもらっても構わないんですが、今持ってる紙が水色の画用紙だと思ってください。白でも構いません。イメージだけでいいです。水色の画用紙、頭の中でも水色の画用紙を描いてください。で、それが海の中です。いいですか？海の中、そこに今から魚を描きます。ただちゃんと魚を描くのめんどくさいので、本当に黒丸とかでいいです。鉛筆やシャーペン使って黒丸描いてください。まあ魚がね、いっぱいいる様子です。いっぱい描きましたか？まあ、描いてもいいし描いてもいいんだけどね、描いてください魚を。で、そこにですね、まあ、海の中にやっぱりゴミもあるので、ゴミを赤い丸で描こうと思います。それを、まあその魚が描いてるどっか下の方でも構いません。赤い丸を描いてみてください。まあ、海にはこのぐらいゴミがあるだろうなというイメージをしてちょっと描いてほしいんです。いいですか？やりましたか？まあ、実際に描いた方も頭の中でも描いた方もいると思うんですけど、それちょっと覚えておいてください。魚を、まあ、たくさん描いた後にゴミをちょっと描いたと思うので、それをイメージした状態でこの後見てもらえたらと思います。改めましてどうも、あいちです。今回はですね、あさって7月1日からですね、皆さんの生活に大きく関わるある変化が起きます。まあ、法律というか制度ができるんですけど、何かっていうと、レジ袋有料化が始まるんですね。おそらくみんなもね、まあ、あとどっかで耳にしてると思います。だから7月1日からレジ袋がお金かかるんだろうねって、まあ、それだけの話なんです。レジ袋有料化になりますんで、まあ、学生の皆さんもね、スーパーとかではなかなか行かないと思うんですが、コンビニも対象です。コンビニの袋も有料化になっていきます。おそらくまあ店によってこれは設定していいっていう話になってるんですけど、まあ、2円なのかな。まあ、イオンとか大きいところになると、小さいサイズが2円か3円、大きい袋が5円みたいな、その住み分けもしていくと思うんですけど、まあレジ袋でね、2円とかかかっていくので、まあ、たった2円と思うかもしれないですけど、塵も積もれば山となります。いいかな、お金かかるとこなので、ぜひね、こういう、これまあ YouTube でもらったんですけど、こういうバッグとか、これは自分で作ったやつなんですけど、こういうバッグをね、あのこういうのって、あのくるくるって巻いたらさ、ちっちゃくなるんですよ。だからみんなの、なんだろう、学校行くカバンとかでも入れられるから、こういうのをね、持って行くと、どこで突然、コンビニとかってさ、事前に行こうっていうより突然行きたくなるじゃんか。そういった時も使えると思うので、ぜひ用意してもらえたらと思います。で、ちなみにね、自分も学生の時にやっぱカバンネクスに持ってるじゃないですか。で、買ったものとかさ、例えば500ミリのパックとか1個だったらさ、あ、袋大丈夫ですみたいな、で入れちゃうんだけど、これ夏場やりがちなのがさ、入れちゃうじゃん。それがさ、冷えてるからさ、水滴出てきてさ、教科書とかプリントについて、うわ、やっちまったわーってなるから、これほんと気をつけてね。まあ、学生分かってると思うんだけど、まあ、そうなっちゃうこともあるんで、まあ、こういう袋をね、1個持っておく。ね、1個持っておいて、あの袋を使わないでいいという習慣をね、ぜひ身につけてほしいなと思って動画を撮ってるわけなんですが、まあ、伝えたいのはそこよ。今回そこなんだけど、でも、じゃあなんでレジ袋が有料化になってるのかっていうところと、その背景の部分を、ちょっとね、知ってほしいなと。自分も調べていく中で、いや、これは自分のね、動画使ってくれてるユーザーのみんなに知ってほしいなと思って、ちょっと続き話します。よかったら続き見ていいかな。お願いします。ちなみに、レジ袋なんで有料化するのって言われた時に、理由をちょっと簡潔に説明できるかな。みんなどうだろう。これ結構シンプルで、今何が問題かって、プラスチックゴミっていうのが非常に世界的に問題になってます。プラスチックゴミ、多分検索したらいっぱい出てくる、ドラーって。で、今回日本では経済産業省と環境省がね、こうタッグを組んで、というかそこが主導になって減らしていこうと、プラスチックゴミを減らしていく。だから、で、その一番手っ取り早いところがレジ袋だったのね。今ちょっと経済産業省の方からね、発表されてるデータを出してるんですが、これ陸上から海洋に、海の方にね、出ていったプラスチックゴミの発生量、まあ、10年前よ、データとしてはね、10年前だけど、それが日本30位なんですよ。で、30位って聞くとさ、俺もそんなことなくないみたいな。でも、それでも2から6万トン出てんのね、1年間。6万トンよ。そう、発生してると。で、まあ、30位じゃんって思うかもしれないんですけど、これ実はちょっとあって、2018年に国連環境計画っていう、まあ、あったんよ。それの報告書で、シングルユースプラスチックかなっていう報告書があって、そこで1人当たり、人口1人当たりのプラスチックゴミ発生量が出たの。今のは、国単位ね、国単位では30位なんだけど、実は1人当たりに換算すると日本2位なんです。2位、世界、アメリカが1位で、世界2番目に1人当たりプラスチックゴミを出してる。で、これは世界的に今レジ袋有料化って結構メジャーになってて多いのね、国としては。でも日本って今回初でしょ。やってなかったし、ここ数年ね、すごい政府としても言ってるからさ、プラスチックゴミっていうそのフレーズ、単語は聞いたことあるかもしれないけど、じゃあ何やればいいのかなっていう感じで、別に特別何もしてなかったみたいな方も多いと思うんだよね。だからそれがまあ招いた結果って、まあ、それは言ったらちょっと極論かもしれないけれども、まあ、世界的にはちょっと遅れてるわけ、今実際はね。ちなみに動画の冒頭で皆さんに絵を描いてもらいました。で、何
何が見てほしかったかっていうと、皆さん魚もねブワーって書いてもらったと思うんですけど、ゴミの量ってどれぐらい書かれましたか。これおそらく多くの方が魚がいた中で、まあ、ゴミがちょっとっていう絵を描いた方が多いと思うんですね。おそらくゴミの方がいっぱいって、赤い点がいっぱいって描いた方はそんな多くないと思うんですけど、実は今現状は違うんですが、30年後、2050年です、30年後には海に生息している魚の量よりもプラスチックゴミの量の方が多くなるっていう予想結果が研究で発表されてるんですね。魚の量よりゴミの量が多くなるんですよ、海の中で。だから皆さんに描いてもらった絵が赤い点の方が多くなる現実が30年後に来るかもしれない。そのぐらいプラスチックゴミって今世界的に問題なんですね。で、今出てるのが環境省の方から出されているその資料というかね、今回その有料化で対象になるものはこれですよっていうものなんですけど、まあ一般的にコンビニとかでもらう袋です、スーパーとかで、ね、手提げになっているプラスチック製のゴミ、紙とかは対象外です。だからこれからもしかしたらいろんなお店がね、その紙の方のレジ袋とかをどんどん使っていく時代になっていくかもしれない、どういう方向になっていくかもしれない、わからないんですけど、ただプラスチックゴミは減らしていかなきゃいけないんだっていう今流れになってる、そういった意味で今回の第一歩として有料化、レジ袋有料化が起こってるんだっていうのを覚えておいてください。で、最後に一つ言わせてください。実は調べればわかることなんですけど、レジ袋がそのプラスチックゴミで占めてる割合って実はめちゃくちゃ少ないんです。本当数パーセントなんです。日本で発生しているそのプラスチックゴミの中でほんのちょっとなの、レジ袋って。だから意見としては結構そこをね、いくら頑張ってもっていう意見も実は出てるらしいんですよ。まあいろいろ見てるとは出てくるんですけど、確かにそうかもしれないです。他のところを改善した方がさ大きいじゃん、占めてる割合が多いところをなんとかした方が早い、確かにそうなんだけど、でもうちらがプラスチックゴミを減らしてできることって身近なことってまあそこなんですよね。たった数パーセントかもしれないですけど、一人一人が意識してやっていくことでやっぱ減らせることには違いないじゃないですか。だからそこはやっぱり大事なことなのかなと個人的には思ってます。で、最後って言った上にもう一個、最後すいません付け出しでもう一個だけ忘れてください。ちょっと話それちゃうんですけど、あのコンビニに関してなんですね。で、コンビニもこれからきっと、まあ、これがね有料化になっていくので、これに入れてくださいみたいなお客さんが増えていくと思うんですが、コンビニ業界ってそこまで言ったらおかしいかもしれないですけど、あのお客さんがその商品を自分で入れるっていうのをもっとメジャーにした方がいいです。俺ずっと思ってんすけど、で自分割とそれ言うんですよ、言うんですけど、でも昔ね店員さんに決まりなんでできませんって言われたのね。あの詰めるんで大丈夫ですみたいな言ったら、いやいやそれ禁止されてるんでみたいな、ってそっからちょっと言えなくなっちゃったんだけど、でもあれってお客さん、スーパーでどんどん自分のお客さんがね自分自身で詰めていくって流れができているのに、コンビニでならないんですよね。やってんのかな、わかんないんですけど、まあ、ならなくって、でこれからバッグをこっちから出しちゃうと、そのさバッグを出す時間とかで待たされちゃうんだよね。でコンビニってやっぱスピード回転が大事だから、並んじゃうと大変なわけよ。それクレーム来るし、コンビニってさなんかすごい急いで買い物来る人がいるわけ、ちょっとさ手間取ってさおっせえなとか普通に言われるから、言われてたし、そうだ、そうなっちゃうぐらいだったらもうお客さんの方で入れてくださいと、ピッ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 、いくらになります、ありがとうございます、もうタッチピッってやって、じゃあこちらでどうぞみたいな、それがね普通になった方がいいと思う。その方がいろいろいいって勝手に思ってるんですけど、すいません、なんかね一方的な意見でね、いやこのこっちの方考えてないんかいってなるかもしれないんですけど、いやコンビニに関してはね本当に変わるべき、変わってんのかな、わかんない、ちょっとコメント欄で教えてください、詳しい方と思ってるんですが、そんなこと思ってます。それどうしても言いたくてね今回まあ話それちゃったんですけど、まあ、今回は7月1日から有料化になっていきますと、ぜひね、こういうバッグみんなもね持ち歩きましょう。夏は本当に飲み物買うこと多くなるからさ、教科書濡れるからね、プリント読めなくなっちゃうから、提出プリントってなっちゃうから、そうなるぐらいだったらこういうの1個でいいからね、まあ、買っといてください。100均とかでも売ってるらしいです、これ100均じゃないですけど、はい、あとは、まあ、そういうねご有料化のある背景にはこういったことがあるんだっていうのがちょっと知っといてもらえれば嬉しく思います。はい、ということで今回の動画は以上です。ありがとうございました。